るぜ。せよ。あがしましたシティでーす。えい、はい、お願いします。えい、今回ラーメン二郎横浜館内店ですということで何度かお邪魔しておりますが、うん、またちょっとね行ってきたのは理由がありまして、館内、館内二郎、そうなんですよ。まあとりあえずね、伊勢崎長者町駅から徒歩4分、うん、横浜地下鉄ブルーラインが一番近い、はい、まあ JR 館内駅もう行けるよという、うん、ことなんですけども、1月20日からですね、うん、2月29日までなんと改装のため休んでたんですね。で、3月1日のお昼から急に始まったということで、うん、急になのか、そうなんですよ、うん、一体何が変わったのか、うん、見ていきましょうね。まずは初見、うん、これがあまり変更なかったですね。変わってない。ブタブタダブルダイラララとかステッカーとかも貼ってた、ね。あ、おやおやおや、え、おや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 、これちょっとね、ズームしていただきましょうか。ズームしていただきますと、新キャラマシマシちゃんとニンニクちゃんです。本当にそういう名前なの？本当です。これはあの、あ、ラーメン二郎亀井戸店店主さんの情報です。かわいいな。かわいいっす。はい、着弾。今回選んだのは大豚の汁なし変更で全部マシマシ、紅、ネギ、粉チーズ、生卵、生卵ということで、トリプルで入ってますけども、うん、汁なしの場合は1個はあの普通に入ってる。なるほどね。そうです、ダブルで頼んでると、はい。で、なんとこれ券売機にはないんですよ、生卵は。あ、そう。そうです、あの50円硬貨をですね、はい、まあ、置いて、カウンターに今回は100円玉をポンと置いてですね、うん、生卵でって言って、トリプル、まあ、ダブルにしたわけですね、うん。さあ、そして豚から見ていきましょう、うん、これなんですよ、うん、ね、館内二郎の豚はギュチッとしてるのに、うん、あの崩れていく、うん、滅豚、崩壊豚です、ね、崩壊豚、崩壊していく豚なんですね、口の中で崩れゆくそうなんです、うん、油ネギなんて言ってますけども、これね、ネギの辛さはね、うん、そこまでなかった、うん、ごま油コーティングの、まあ、香ばしさと、うん、豚油の甘さで、うん、こう味わってね、ごめんよということでございます。ネギがすごいですね。ネギすごいですね。これもね、100円食べるんで、うん、さあ、そして汁なしにする人はですね、うん、野菜少なめに頼みがちなんですよ、なんか最近、うん、僕はね、うん、関係ない、マシマシでいくぜということで、うん、関係ない。ただし、ちゃんと残さないように食べましょうね。あ、そうね、マシマシはあの、遅れがありましたから、遅れがありますからですよ、ちゃんとね。そしてね、僕はこの野菜にね、水分がちょっと多めなんで、そこにホワイトペッパーをわーかけてめっちゃ食う、うんうん、それから巻き豚で野菜を巻いても食う、美味しいよと。巻き豚、巻き豚ね、アスパラベーコンみたいな、アスパラベーコンおしゃれな料理のやつ。あ、そしてトリプル生で、まあ、ね、館内でね、旬なしでね、こう台にしちゃうとね、うん、1個じゃ足んないよということで、そういうこと、私はトリプルにしてますけど、いや、いい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 ね、これね、黄色いね、黄色い、まあ、細めの麺、もともとね、あのデフォルトで黒胡椒をまぶしてあるんだけど、うん、ピリッとした感じとまろやか卵のこのね、組み合わせがうまい。あー、こうやってそこから引き出していくのがおすすめ、ね、黄金色に、いや、そうね、輝いてますね、これね、うん、豪華絢爛な麺が出来上がっちゃいます、うん、美味しそう、もう一回食いたい、ね、見ながらね、そうです、ゴールデンネギヌードルにしてもいいでしょうということでね、まあまあそういう名前でしょうまあ、つなげたらそうなるでしょうということでね、ネギのね、あのザクザク感も非常に美味しい、食感で言ったら、うん、はい、あ、そして、紅出てきます、紅ね、紅、初めて行った時は裏コールなんですよ、忘れちゃってたの、紅ニンニク、じゃあ紅ニンニクです、紅ニンニクです、読みずれニンニクの辛さは平均的だけど、うん、あの紅生姜ってね、うん、梅のお酢、梅酢を使ってるんでね、こうね、うん、酸味を帯びた味わいになるのが特徴的だよというね、うん、この少量でも結構な味変効果あるので、うん、そこは気をつけてください、うん、ね。ところでですね、改装後に一体何が変わったかと、そうよ、ここまではね、あんま変わってなかったんですよ、商品が、うんうん、見てください、ここね、ハンガーラックができたんですねこれはありがたいですねみんなここにかけてて、ね、でですね、このハンガーなんですけど、うん、あの前はここにね、オーションの袋とか、うん、なんかこう、あの使い終わった道具とかいっぱい置いてあったんですよ、うん、それが、今なんとお隣がね、うん、居酒屋だったんだけど、うん、これちょっと閉店しちゃったのかな、うん、ここを改装して、この中にいっぱいオーションがあった、館内店に領地になった、領地になったんですよ、隣が買い取ったのかな、そうはい、ってなこと言ってる間に、うん、まあ最後のね、お酢ですね、これあの卓上開始ないんで、館内は、あ、そう、これがうまさの鍵を握ります、うん、お酢でね、ちょっと今度酸っぱレベルやってくださいよ、あ、酸っぱレベルか確かにお酢もね、いろいろあるから、うん、酸っぱレベル、あ、また酢豚を違うのよまた作ってますけどね、酢豚別の料理になっちゃう、いやー、ほんとね、このお酢と豚の相性さっぱりと食べられるね、うん、美味しかったということで、ごっさんでしたね、館内はもう3回目ですから
ね、共にさせていただくのも楽しかったですけども、うん、さあ、今回のマシマシレベルは、あ、8が多めの 88.18 パパイヤね、パパイヤパパイヤだ、うわ、びっくりした、何が、というわけでね、横浜、館内二郎でございますけども、はい、いや、まあ、やっぱりね、うん、さっきのね、うん、特徴はやっぱり券売機のね、マシマシちゃんとニンニクちゃん、あ、それこれは非常に重要です。いや、その、はい、味とかさ、味そんな変わってないっすね。マシマシちゃんとニンニクちゃんが最大の、はい、ハンガーラックでもなく、そのキャラクターが生まれたよという、ということで、皆さんも見つけてください、オリジナルキャラクターマシマシちゃん、ニンニクちゃん。はい、ごちそうさんです。はい、you